さあ、月に一度のこちらのコーナー参ります。ナイレーザー。はい、こちらはですね、 ED 治療、AGA 治療の専門クリニック、イースト駅前クリニックさんの提供でお送りするコーナーでございます。リスナーの皆様には、私が行為前、行為中、性交渉のことですね、はい、はい、そういった枕を交わしている最中に起こったらめちゃめちゃ萎える、男性が元気じゃなくなってしまう、そういう状況を考えてメールで送っていただくという、うん、まあ、そういう本当に、学術的にも社会的にも大変意義があるコーナー素晴らしいコーナーですね、はい、本当に、社会に対して、その生活に対して、夜の生活に対して一石を投じるという、はい、まあ、いつギャラクシー賞を取ってもおかしくない本当に素晴らしいコーナーでございます、うん、さあ、今回は ED 治療、AGA 治療専門クリニック、イースト駅前クリニックの方がやってきて、私のお付きについてのアドバイスもいただけるということで、ね、ご紹介いたします。事業推進室エリアマネージャー西村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。前回は4月に夢村さんに出演いただきまして、はい、これとまた何か反響がございましたか。これはもちろん前回もさることながらなんですけども、はい、カズさんのこのラジオがこのネットニュースに上がった。いや、本当ですか。はい、で、なんか不用意な発言でもしたんですか、ね、いや、やっぱそれで全国のこの、はい、カズレーザーさん、カズレーザーさんのファンの方、はい、推しレーザーの方々が、はい、こぞってクリニックにお越しいただいて、ありがたい、みんな、あ、本当ですか。未だにやっぱりお声いただきます。あ、いや、ありがとうございます。はい、本当イースト駅前クリニックユーザー、うん、クリニッカーなんで、これクリニッカーなんで、本当にね、お世話になってます。いや、もうこちらこそです。本当にね、ちょっとね、今メインのその薬の方がね、メインの会社があんま作んなくなって、ちょっとジェネリックのだけになっちゃったとか、ね、あ、そうなんですか。しようやってね。でもなんかね、最近前はちょっと容量が多く飲んでたやつが、少なくてもなんか同じぐらいのなんかその効果を実感するようになったんで、なんか体のもしかしたらどっか若返ってるのかもしれない。あ、そうですね。もちろん性行為前提に使っていただくことって大事なんですけども、はいはい、何もない日でも取っていただくことによって、はい、やはりこう血流良くなっていって、なるほど、いわゆるボツキにつながりやすくなる。なるほど、ございます。これはそうなんですね、はい、飲んでいいんですね。本当に伊勢駅前クリニックさんの、公式アプリ僕使ってますから。あ、アプリが予約できるんでね、すごく便利です、はい、詳しいですね。そう、めちゃくちゃユーザーですから、クリニックですから僕は、はい、さあ、今週もナイレーザー始めてまいります。リスナーさんからいただいた、私は行為前、行為中に、思い出したら考えてしまうとナイルシチュエーションを送っていただいております。あ、こちら、ラジオネーム一旦そうめんさん。窓の外で鳩がリズムよくほうほうほほうと鳴き始め、こっちの求愛のリズムが崩された。こっちの求愛のリズムが崩された。求愛のリ、あ、こっちもやってたんだ。なんか求愛のリズム、求愛のリズムって何。それは求愛パンパンってことですか。あ、そのリズム、パンパンリズム、パンパン、これが鳩のリズムになってしまう。ほうほうほうが出るからパン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 になること。それはいいけどね。BGM ってことでしょ。そうですね。そんなに釣られる？釣られないですよ。釣られないよね。うん。ハト鳴くってことはまあまあ。明るいね。明るいね。だいぶ明るいね。してますね。うん。そう、めっちゃ明るいよな。ハト鳴けんだよ。朝。朝。そうだよ。あの鳴き方、朝だもんな。はい。朝方やってたんだ。求愛のリズム。求愛のリズム。求愛のリズムが未だにわかんないかな。どの。あれだって、その、性交渉のそのさ、パンパンはさ、求愛じゃないじゃん、もう、その、交渉中じゃん。そのリズム、の前段階、求愛。求愛のリズム。リズム。何この、怪文書を送らないでもらっていいですか。よくわからないんで。リズムで求愛しないですもんね。この方は、求愛のリズムがあるの。僕の求愛リズムはこれですってのがあるんだ。ちょっと、この人の成功、この夜の生活、ちょっと気になりますね。怖い。怖いこと言わないでください。ラジオネーム宮塚さん、宮塚かな、宮塚さん、セックスカーがトゥクトゥク。セックスカーって何。もう変なこと言い出して、変な文章なの。セックス BGM とかさ、求愛のリズムとかよく言う。セックスカーがトゥクトゥク。怖い、怖い紙が来たよ。A4 に2行しか書いてない。めちゃくちゃ怖い紙来たね。怖い紙。そのカーセックスばっかしてるんですか、この方は。でもセックスカーだから、それ用の車なんでしょ。
普通のカーじゃないんだよ。セックスカー。今日迎え行くときに今日セックスカーで迎え行くからっていうことなんでしょ。セックスカーがトゥクトゥクってことは相手の車ってことだね。自分の車じゃないから、トゥクトゥク見て驚いてるってことは自分がトゥクトゥクできたわけじゃないんだね。向こうが、うん、そうだよね、うん、向こうがで、あれ今日トゥクトゥクできたんだじゃなくて、セックスカーってことはまさか、あ、今日のセックスカーはトゥクトゥクなんだってことでしょ。なんでそのそれ用の、それ用の車があんの。難しい。なんだろうこれ。ちょで、カーはさ、全部思い出し、気持ち悪い。気持ち悪いわ、この文章。セックスカーがトゥクトゥク。理解してないのかな。トゥクトゥクだと丸見えだよね。トゥクトゥクは丸見えだし、ね。それは別に、そのね、ナイルナイルじゃなくて、その犯罪なんじゃない。そのさ、公然わいせつになんない。そうですね。カーセックスって公然わいせつ罪なのかな。見えなければいいんじゃないですか。見えなければいいんだよな。そうだよ、ね、はい。でもさ、フロントガラスはさ、なんかスモークつけちゃいけないわけでしょ。うん。でもそれ、どうなんだろう、見せるつもりなかったですって言えばセーフなんじゃないですか。ああ、なるほど。マンションとかの窓が開いてたみたいなこと。うん。通行人が勝手に見たんでしょって言えば。ああ、なるほど。じゃあトゥクトゥクも見せるつもりなかったっていうか。いや、見せるつもりあるよ、あれは。いや、見せ、別にトゥクトゥク中を見せるために、あの、行動になってるわけじゃないでしょ。そうですね。うん、いや、それ言っちゃったら確かに。そうだよな。難しいですね。なんだろう、そのさ、例えば、パーティションみたいな急に道端に置いて、エッチして、たら別に見せるつもりないから OK ってこと。外でエッチするのはいい、そもそもいいんですよね。いいんじゃない。トイレの中でするのとか別にいいんですよね。いいのかな。よくねえんじゃない。わかんないな。法的にどうなの。公共施設はダメ。いや、じゃあやっちゃダメなんじゃない。でもさ、トイレでやっちゃダメなのに外でやっていても意味わかんないもんね。わかんないですね。そんなはずねえもんな。どういう、どういう法の抜けになってもね。車の中はいいか、いい気すんで。でも青缶するわけでしょ、はい、外で、うん、どうしてんの。でも、いや、外でやる分には別にいいんじゃない。だとしたら外でやるのが完全に犯罪だとしたら、あの、外でやるタイプの AV 全部犯罪だもんね。そうですね、うん、じゃあ別にやってな、やる分にはまあしょうがない、しょうがないんじゃない。人がいないっていうのが保証されてれば。見せるつもりなかったらくぐり抜けられるんですかね。くぐり抜けられるのかな。くぐり抜けられるか。見せるつもりなかった。山の中とかだったら OK ってそういう基準があるのかな。それって判例があるのかな。マジでそのエロい弁護士に聞きたいねこれ。エロい弁護士どこまでが OK なの、そのわいせつ物陳列罪って。渋谷とかでやっちゃうも絶対見せるつもりあるだろう。だってあれで村西徹さん昔渋谷でエッチする AV 撮って捕まったよ確か。へえ、うん、なんか駅弁したんはあのスクランブル交差点を渡るみたいなことで確か捕まってたはずよ。うーん、だからやっぱダメなんだよ人いるところ。人いるところじゃあ夜中のスクランブル交差点はいいんかな、誰もいない。それでも道路だからダメなんかな。スクランブル交差点はあれライブついてますしね。ああ、そっか。いや、でも見せるつもりなかった。いつからカメラあんだよっていう。勝手に撮んなよっていうことなんじゃない。盗撮だみたいなことなの。どうなんだろう。でスクランブル交差点、渋谷のスクランブル交差点ダメでも、うん、じゃあむっちゃくちゃ田舎にさ、スクランブル交差点作って。誰もいない。うん、OK なの。誰もいなきゃいいのかな。いいんかな。まあ、道はダメなんかな。道はダメか。でも、股間出しちゃダメじゃないですか。ダメだよ。普通に、うん、そうだよな。じゃどうなってんの、ね、あれどうやってんの。じゃあ外のやつってあれどういう法の抜け穴。どうやってもお縄じゃん今んとこ。積んでるじゃん。田舎でも股間出しながら歩いてたらダメよ、ね、それダメよ。ダメに決まってんだよ。そうですよね。そりゃそうだよな。じゃあなんで股間、待って、すげえ難しいあるじゃん。股間出しちゃダメなのになんで外でエッチしてんの。あれどういう理屈。出してないつもりなの。わかんない。俺らは知らないけど、出さずにやってる方法があるの。まあ、しまわれてるから、ね。そう。誰にも見られない段階で、もう、結合、合体しちゃえば、確か見えないもんね。そうか。そういう理屈？絶対違うでしょ。その、誰も、警察の目の届かないところで、やる分には、まあ、しゃあないし、目の届くところでも、もう、もう気づかないうちに合体しちゃえば、合体すれば、あれ
あれもう見えてないか。見えてないか。じゃあくそ手出せねえわ。民事不介入だみたいなことになるの。そんなことある。なわけねえだろ。なわけない。そんな高速でやってから警察がくそ捕まえられない。そんななんかさ、みこすり犯劇場みたいな落ちないでしょ。すごいな。確かにちょっと考えたことなかったね。そうですね。こういうのさ、法学部とかでその、なんか勉強すんのかな、外で。うん。弁護士になる、ね、法科大学院とか基準があるわけでしょ、判例とかも調べるからさ。あんのかな、あんのかな。バカみたいな犯罪いっぱいあるもんね。うん。なんかチラッと出したまま歩いてたみたいなさ、捕まるやついるじゃん。はい。なんか、そういうのケースもさ、あるから勉強しなきゃいけないわけじゃん。覗きとかするやつでなんか、その、排水、あの、道路の、いわゆる、あの、横の排水を、はい、ドブみたいなところの中に入ってて、捕まったみたいな人がいるんだよ。パンツみたいかな。はあ、4回目みたいな。他に方法あるだろうと思うけどさ。4回目。4回目。同じ形で4回捕まってる、そいつ。だそれがもう好きなんだよね。入ることがもうゆっくりというか。だそういう事件がある以上はさ、弁護士も、弁護するわけじゃん。いやこれはちょっと本当に理由があってあそこに入ったんですみたいなこと言わなきゃいけないじゃん。でも勉強するんだろうね、ちゃんと。そうですよね、うん、いいのかな、その公然わいせつ罪専門の弁護士みたいな、凄腕のエロ弁護士、うん、私が無罪にしますみたいな、強いのはいるんじゃないですか。でもきっと僕はあのそうですね、街中でのポロリに強い弁護士ですみたいな、なんかいるのかな、頭熱そうなこいつ資格持ってるのかって思うよ。ラジオネーム萌えママさん、山寺宏一さんがエロいオノマトペを付け足して言ってくる、いるの横に、山ちゃんがオノマトペだ、効果音みたいなね。ああ、付け足して言ってくるってどういうことだろう。俺が喋ってる時に付け足すのかな。効果音ですもんね。効果音だよね、山寺さんが。もうすげえ嬉しいわ、エロい効果音。山寺さんがだから横にいて、クチュクチュとか言ってくる。そうそう、パンパンとかをあビショビショとか言うわけでしょ。嬉しい。いや嬉しいよ、山寺さん。嬉しいかな、ちょっと嫌ですね。山寺さん、私服の山寺さんかな。まあそうだよ、私服だよね。関係あります。関係ある。山寺さんの私服といえばコロッケさんと同じ細いパンツ履いてるから、ね、あ、そっかそっか。そうよそうよ、ホストホストみたいな感じ。山寺さん細いラインストーンとか入ってる細いパンツ履いてるね。山寺さんはそうよ。山寺さんとコロッケさんが一番かっこいいんだから、主軸めちゃめちゃかっこいいから。尖った草履がち、うん、で、あのシルバーアクセね、うん、そうよ、山寺さん主軸かっこいいからね。いや山寺さんの主軸見たいなあ。コロッケさんの主軸見たくなってきたな。想像つくな、うん、そうだね、かっこいいな。さあそんなこんなでございましたけども、謎のメールばかりでした、ね、全く意味がわからないメールばかりでした。頭がおかしい人がいっぱい送ってくれますけど、はい、さあただ別にこれを聞いて立ちが悪くなってしまった方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、そんな時あれは俺が行くべきところは、そうイースト駅前クリニックさん、イースト駅前クリニックです。はい、行ったらどういうことしてくるんでしょうか。そうですね、まあ残したまあ苗のシチュエーションに関して、まあどの程度我々がこうサポートできるかっていうところはあるんですけども、はいはい、やっぱりこうお薬使っていただくことで自信につながる方々、うん、はい、本当に今若い方からご高齢の方、全くこう成功できなくなってしまったという方々も、はい、お見えになられておりますんで、うん、一度はちょっとお悩みご相談っていう形でも全然結構なので、うん、ご来の方いただければなって思っております、うん、これ夫婦なんかはどうしてもね、その夫婦関係で男性の方がそのできなくなってそれがレスになってしまうこともありますけど、できるようになればその第二、そうですね、第三の人生いっぱいありますからね。なんとイースト駅前クリニックさんすごいですよ、メディカルダイエットというサービスがあると。あ、そうですね、本当にまあ服用するだけでこう、はい、まあ、男性専門なんですけども、はい、肥満治療をできるっていう、すごいですね、ものがスタートしております。へえ、すごいですね。もうなるほど。こちら調べてみます。はい。はい、ぜひ。さあさらに AGA の治療ももちろん。はい。ございますよね。はい。させていただいておりまして、はい、今ちょっと写真こちらございますね。はい、実際、うん、うちの職員なんですけども、はい、この経過の写真、また1年ほど治療した結果というのがございますんで、はい、またホームページの方にもこうした症例の写真等も載せておりますんで、これ額もちゃんと
また復活しますね。そうなんです。トップはね、生えやすいと反応しやすいってね、はい、おっしゃる通りです。すごい、だ正面突破型はなかなかね、あ、そうなんですか、そうそう、防ぎづらいって言われたんですけど、結構復活しますね。はい、あ、これはすごいありがたいですね。すごい服用して、これユラステリドとミノキシル2種類のやつをね、はい、服用した結果ということでございます。興味ある方ぜひホームページの方をご覧ください。ということで、ナイレーザーのコーナーでございました。西村さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、このコーナー毎月月末週にやっていきますので、皆さん引き続き私や、小泉ちゃんが行為前行為中に泣いてしまうシチュエーションをお送りください。以上、ナイレーザーでございました。